Hey guys, thank you very much for watching. This is Mark Los Cerreos channel and I'm Satoshi. こんにちは、マークロスレオのサトシです。 And in this video, I'm going to explain and talk about the difference between a and the. では今回はリクエストいただいた内容ですが、英語のあとthe の違いについて話していきたいと思います。このあとthe というのは日本人が英語の勉強していればもうずっとついて回る難しい部分なんですが、その上でもなるべくこのあとthe の違いが分かるような理解できるようなポイントをお伝えしていきたいと思います。ではこのあとthe の違い、例文を作りながら見ていきたいと思いますが、ちなみにこのチャンネルって一番多く見てくれてるのが中学生、高校生、大学生くらいの、まあ学生で、で男女比が 7:3 とかですので、男子学生が一番多いと思うんですが、そんな男子学生の方を意識した例文、こちら。ああ、女の子と遊び行きたいな。女の子と遊び行きたいな。という文は英語だとどんな風に表すことができるでしょうか。まあもちろん、そんな風に思わない方も、女性の方もいると思うんですが、できる限り、まあ自分の状況なんかと照らし合わせて文を作ってみてください。そしてさらにもう一個ヒント、遊びに行くとかデートをするっていうのは Go out with や Go on a date with という方ができるんですが、ここではちょっと分かりやすくするために Go out with を使って作ってみてください。女の子と遊びに行きたいなという文、正解は I want to go out with a girl、 または I want to go out with the girl と表すことができます。このあとthe、どちらを使っても正解なんですね。ただ一体このあとthe にはどんな違いがあるか見ていきましょう。まずはあですけれども、あっていうのは I have a pen、 私は一本ペンを持っています。 I have an apple、 私は一個リンゴを持っています。まあ、母音の場合 AIUEO の場合は an になりますけれども、意味は一緒ですね。特定していない一つとか一人を表します。日本語にした時には訳さないことも多いんですけれども、あというのは特定していない一を表します。なので、I want to go out with a girl というのは、特定の女の人、特定の人じゃないけれども、遊びに行きたいな、デートしたいなという、ちょっともう思春期丸出しみたいな、とにかく俺はデートがしたいんだ、みたいな、ちょっと極端に言うと、ニュアンスの文になります。それに対して、the というのは、特定の人、特定のものを表します。ですので、I want to go out with the girl っていうと、もう好きな人がいて、気になる人がいて、その人とデートしたい、その人と遊びに行きたいという文になります。ですので、まあ、ちょっと極端な例でありますけども、I want to go out with our girl というのは、もう誰でもいいから、どんな女の人でもいいから、とにかく俺はデートがしたいんだという、ちょっと思春期丸出しな感じの文か、または I want to go out with the girl、 その好きな子、その気になる人と遊びに行きたいという、ちょっと、まあ、一途な感じの文か、あとthe っていうのは何気なく使っていてもこのような違いがあります。今話してきたように、あというのは特定していない一つや一人、それに対してthe というのは特定している人やものを表す。もうちょっと言うと、the っていうのは頭の中にその人やそのものが思い浮かんでるかどうかっていうのもポイントになります。もう一個例で話していくと、例えばじゃあ今日はちょっと元気が出ないから、音楽を聴いて、曲を聴いてテンション上げようという文を作るとき、 I'm going to listen to the song と the を使うと、その元気を出すために聴く曲が決まってる、頭の中に思い浮かんでるんですね。ワンオクの完全感覚ドリームを聴いてテンション上げようとか、セカオワの RPG を聴いて元気出そうという場合は the song、 the になります。それに対してあというのは特定していないので、何かは決めてないけれども、とにかく一曲聴いて元気を出そう。それが携帯に入っている曲をシャッフルしたらめちゃくちゃ暗い曲になったけども、それも a song なんですね。特定している人や物を表す the と、特定していない一を表す a、 違いが少しはクリアになったでしょうか。ではここまであと the の使い方や違いについて説明してきましたが、正直にお伝えすると、このあと the の違いを気にするのはかなりレベルの高い話です。よくあることなんですけども、日本人とかでも一見英語をペラペラ喋ってるように見えても、よく聞くとあとthe をきちんと使えてなかったり、間違えて使ってるっていうことはよくあるんですね。ですので、これもまあ一つのアドバイスとしてなんですけれども、もし受験とかテストであとthe の違いがしっかりと分かってなければいけないという人以外は、
あまり気にしすぎる必要はないと思います。もちろん正しく使えた方がいいんですけれども、気にする順番としては、英文法が分かって、英文が自分で作れて、ある程度自然に会話ができるようになって、その後くらいにあとざの違いを気にしだしてもいいんじゃないかなと思うので、そんなポイントもぜひ参考にしてみてください。もしこのあとざのような細かいポイントを気にするのであれば、むしろ単数形複数形の方が先に気にするポイントじゃないかと思います。じゃあここでもう一問問題を出しますけれども、私は猫が好きですという日本語の文を英語にしてみてください。どうなるでしょうか。こちらの正解、私は猫が好きですは I like cats、 I like cats が正解になります。もしかしたら人によっては I like a cat や I like the cat とした人もいるんじゃないでしょうか。ただ a cat としてしまうと、1匹の猫は好きだけれども2匹以上になるとダメだとか、 the cat 特定してしまうと、うちで飼ってる猫はいいけれどもそれ以外の猫は受け付けないというちょっと偏った文になってしまうので、猫全般が好きと言いたいときには I like cats と複数形を使って表します。これは他の動物などでも同じで、犬が好きですだったら I like dogs となりますし、食べ物なんかリンゴが好きですという場合も I like apples と表します。今回見てきたあとざの使い分けや違いも大事ですけれども、同じようにこの単数形と複数形、これらの違いを意識することも大事だということも合わせて覚えておいてください。といったところで、では今回の動画はここまでにしたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また今回のあやざの違いのような英語のポイントや勉強法など、こんな動画を作ってほしいというリクエストございましたら、コメント欄だったりツイッターまでメッセージください。ではご視聴ありがとうございました。 Alright, thank you very much for watching. This is Marcos Sebel Channel.